カナタイムのカナタさん、はい、来ていただいております。だからね、ちょっと今日はいろいろ聞かせてもらいたいんやけども、はい、アレちゃんももともと子供の頃坊主やって自分のこと男の子やと思ってたし、生まれはロシア、こんにちは、関西、舞台は東京、ピロシキーズです。よろしくお願いいたします。お願いします。今日もね、スペシャルなゲストに来ていただいてます。カナタイムのカナタさん、はい、来ていただいております。カナタさん、そう、お邪魔しております。よろしくお願いいたします。僕、簡単に自己紹介させていただきますね、はい、僕がですね、もともと女性として生まれて現在男性に性転換して今生活をして YouTube で配信しているカナタと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すっごくない？もうなんか、もう男としてしか見れないんだけど。そう、うん、だってちょっとこう見えへんかもしれへんけど、はい、ヒゲとかも生えてますもんね。ちゃんと生えてます。ちゃんと生えてます。それはなんで、どうどうなんかさ、いや、なんか自分もあのゲイの人とかは友達に多かったり、あとレズビアンの友達の子とかもいたりとかはするんだけども、うん、また違うじゃないですか、そうですね、ジャンルが、もう今戸籍もダンスそうですに知ってらっしゃるってことですもんね、はい、なんかそこをちょっと初めてやから、なんだかんだ言うて、あ、そうなんですね。いや、厳密に言うと10代の頃に知り合いの人でいたんですよ、うんうんうん、でその人はあのね、女性として生まれて、でも自分のことは男性だと認識してるから、うん、男性に性転換してらっしゃったんやけども、でもゲイとして男性が好きなんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。カナタさんは女性が好きですね。そうですね、恋愛対象は女性ですね。ということは、カナタさんのカナタさんがさらにゲイになったバージョンちょっと待って、ね、難しいわけよだからね、ちょっと今日はいろいろ聞かせてもらいたいんやけども、はい、でも動画見てる人に伝えたいのは、動画やから聞いてるのであって動画じゃない場所でなんかこの下水質問だったりとかをするのはちょっとマナー違反ってこともありえるから、まあ、全然聞いていいよって人もいるかもしれんけど、嫌だよっていう人もいるかもしれんから、ちょっとそこは動画だよってことをちょっと伝えておきたいね。理解して学んでください。そうそうそう。かなたさんはいつ女性から男性になられたんですか？僕が25歳の時なんで、今僕30なんで5年前です。おお、遅咲きなのか早咲きなのかもわからないというかそういうもんなんですか、周りの方は。僕世代は大体僕ぐらいの年代の方が多いんですけど、まあ、あの戸籍変えるのって20歳からだったら、うん、あの自分の意思でできるんで。なるほど。今の子はちょっと早いなっていう印象があって、厳密に言うと、その元々生まれた体で子供が産めない体になればいいってことです。ああ、何歳ぐらいの時からそういう自覚があったの？自分は、まあ、自覚というか、自分はちょっと女とは違うなって思ったことは、なんか自分の中の違和感は中学生ぐらい、なんか周りの女の子がメイクしだしたりとか、女の子らしくする、ちょっと色気づいてくるじゃないですか、うんうん、それがなんか僕はすごく嫌で、自分がするのが、うんうんうん、で周りの話に全然ついていけなくて、うん、女の子に共感できなくて、でそこでやっぱ恋愛対象が僕女性なんで、でも周りの女の子ってみんな男の子が好きだから、うん、あれ僕全然人と違うみたいな。で高校生に上がった時に、このラストフレンズっていうドラマと、うんうんうん、あの金八先生っていうドラマがあって、はい、そこで性同一性障害の役を上戸彩、上戸彩さんと上野樹里さんがやってらっしゃって、うんうん、かっこよかったの、上戸彩、かっこよかったです。で、あそこで初めて性同一性障害っていうものを知ったんですよ。はぁ、金八先生はそういう役割があったんや。やっぱ人と人はこう書いたら支え合うっていうけど、俺ずっとあれ見ながら、これこっちの人が支えてるだけやんって思ってたよ、ずっとこっちはこうもたれかかってるだけやん。でもそいつも取ったらこいつも落ちるから一応ね、一応なんやな。そっかそっか、分かった。なんか納得できない12年か、うん、一人称僕じゃないですか。僕ですね。その当時は私、いや、あの自分って言ってましたね。ああの関西人って自分って言うじゃないですか。言う言う言う。だからそれに、まあ、あのこっちの東京の方だったら言わないんですけど、うんうんうん、自分って言う男の子もいれば女の子もいるじゃないですか。だからそれでごまかしてましたね。あ、そっか。なんかあの
まあ性同一性障害の人に限らずゲイの人でも多いねんけど、なかなか俺って言えへんとかがあったりするからさ、なんかちょっとそれの逆バージョンかなっていう。あんたもさ、自分のこと私って言わへん、わしって言うやん。うちとかわし、うちとかわしそう、なんでわしって分からん、なんでなんやろ、私って言わへん。おお、確かに。アレちゃんももともとロシアのすごい田舎に住んでて、子供の頃坊主やって、周り男の子の友達しかおらんくて、自分のこと男の子やと思ってたらしい。あ、もう思い込んでたってこと？そう、で、ある日なんか、うん、思ってて、で、なんかまあ男の子と女子でいっぱい遊んでた時に、うん、なんか若になってちょっと見せ合おうぜ、なんかチューチューの見せ合う会をやったらしくてその時に、せーのって言ってアレちゃん、うわっ脱いだんかい、脱いだら、みんな違うってどういう会なんすかそれで、高校、小中高と、もう、まあ、女子としてちょっと違和感を抱えながらも生きてて、大学とかも普通に女性。そうですね、大学の時に、もう小中高で、やっぱり自分はもう女の子なんだっていうのをはっきり自覚しちゃって、でも気持ちは男だって分かったんですけど、やっぱ周りと違うことがいけないことだっていうふうに思っちゃったんですよね。大学ではこれを隠し通して生きようと思ったんですよね。大学が大阪芸術大学っていうところで、まあ、芸術系の大学っていうところもあって、まあ、通って1週間ぐらいで僕もう自分が女として行くことにもう挫折したんですよね。無理だ、やっぱ無理だ、やっぱり絵描く時に他の人見たりするからあんまりなんか俺あれものの AV をよく見んねんお前はどんだけいろんな AV 見てんの？めっちゃ見、俺 AV 博士やで、ね、ではなくてね、ではなくて、普通にやっぱその日常生活がきつくて、もうはっきり自覚しちゃってるから、その中でなんか芸大ってやっぱなんかいい意味ですごい他人にあんまり興味がない人が多くて、不意に友達に突然、てかさどっちなのって聞かれたんですよ。それ男友達、女友達？女友達、女友達、すごい、男友達っぽかったよね今の、って聞かれて、あ、そういう質問の選択肢あるんだみたいな、僕その気持ちは男なんだよねって言ったら、あ、そうなんだ、やっぱそうだよねみたいな感じで、フラッとこうさらっとカミングアウトしたみたいな、でそこから、あ、隠さなくていいんだって思って、大学の時はもうカミングアウトして生きてましたね。なんかね、そのゲイ、まあ男性の同性愛者って最初メディアとかに出た時って、なんかこう笑いの対象というか、あ、まあそうですね、男がスカート履いてこう化粧してやってると、なんかちょっとこう滑稽になってしまう、男性の方がなんか笑いの対象になったからこそ、メディアに露出する機会が多くて、それで最終的にはそれは笑っちゃいけないよねっていう風な流れにだんだん今変わりつつあるって、まあそのゲイ男性同性愛者の存在とか、まあ、いるっていうことが、まあ、表にどんどんなってきて、なんかこう受け入れられつつあるけど、女性は逆にそれが笑いの対象になることがなかったから、あんまりこう出てくる人が、まあ、きっといたんだろうけども、あんまりそれをこうメディアがバーって取り上げてアイコンとなる人がそんなにいなかったんかなって思って、なんか新しい受け入れられ方の仕方っていうのを今模索してるとこかなとは思ってるんで、そう、こういう存在がいるっていう。だから今 YouTuber でこうやって発信してる人ってめちゃめちゃ重要やと思うねんな、その、あ、その部分。ありがとうございます。ほんまに。よかったな。なんかアイコンになってほしいのよ。ああ、頑張ります。そう。そういう人とはでも結構つながってるんですか？いや、僕正直そんなに友達いない、もともと友達いないんですよね。そもそもね、そもそもなんでなんで性格悪いの実は性格悪いのって実はそっかな、仲良くしましょう。あ、ぜひ仲良くしましょうそんな解決の仕方って言われるんだけどほんでさ、その大学生の時にやっぱりもう無理だってなったじゃないですか、なった後で性転換をしよう、変わろうと思った時って、はい、親とかには言ったんですか？そうなんですよ、そこ大変ですよね。本当それが一番大変だったんですけど、僕両親耳が聞こえないんですよね、二人とも。嘘？そうなんですよ、うん、で、家で手話で会話してるんですけど、手話で性転換しますってどうやったらか、どうやって言うねんな、確かに分かんねえと思って、手紙を書いて、お母さんに、実はって気持ちは男で性転換してから働きたいですみたいなことを、A4 のペラッパーって書いて、もう渡してカミングアウトしたっていう。
まあ一緒、自分も。あ、本当ですか。ゲイ、ロシアは厳しかったんで、受け入れるまでに時間はかかったから、まあなんか、かかるパターンもあるよねっていうふうにはちょっと思ってて、ほんでそこから、じゃあ性転換の準備とかめっちゃかかるんじゃないですか。そうなんですよね。お金がまずかかる。僕の場合は、トータルで150万です。それは最初はなんかホルモン注射とかから始めるんですか。そうです、まずホルモン注射を、もう大学卒業してすぐ始めて、自分もうちょっとだけ声低くしたいけど、ホルモン打ったら下がるかな。やめといた方がいい。それはならへん。やめといた方がいいです。他の機能もいろいろ大変になるから。あ、そっか。急に乳が入ってくるとかあった。男性ホルモンどうとする。おっぱいとかはどうするのかな。あ、僕は取りました。それ切ってから、女性の時って絶対こう何ブラつけるというか、こう隠さんとあかんやん。切って、まあ、男性のおっぱいになりました。それ脱いだりとかしました。でも初めは結構抵抗ありましたね。抵抗あった。あ、でも俺はあれや、あの乳首出すの NG やからな。すいません、今日はなんか、いえいえ、本当にすごいいろいろありがたい話聞けて、うん、でもあのカナタイムさんのとこでもね、はい、あの私たち出てますので、ぜひチェック、 URL リンク貼っとくんで見てみてください。以上、今日はありがとうございました。ありがとうございました。